Chrome ユーザーの皆様、本日のラッキーな訪問者はあなたです。September 2, 2156。この簡単な調査に完了していただくと、弊社からの感謝の印として HDSM のいずれか当たるチャンスが与えられます。ということでですね、ちょっとほんとついね、2週間ぐらい前からかな、なんか俺の Google Chrome の、なんか、調子がね、おかしいんですよ。こんな広告出るようになったんですよ。これ。みんななんかこういうの出る人いる。これ、で、一応調べたら、答えは出てて、あ、いわゆる詐欺です、これ。なんか多分ウイルスか何かに感染していて、こういうメッセージが表示されているんだと思うんですよ、自分の PC に。で、まあ詐欺かと思って、あ、なんだと思って、まあ消そうかなと思ったんですけど、せっかくだったら、ちょっとあえて、ね、つらえていくのもいいのかなと。もちろんその、自分がその本当に被害を受ける直前で止めますけど、一体これを素直に入力して進んでいったら一体どうなるのかっていう、ちょっと皆さんにお見せしたいかなと思います。まあ、獲得するチャンス言うてる時点で やばいけどね、これ。獲得できますじゃなくてチャンスだから、あくまで。獲得するとは言ってないからね。でもこれ本当にね、本当に Google のさ、ね、公式のそういうなんかアンケートっぽいよね。怖いよね。どのくらいの頻度で、いつも使います。はい。前のバージョンにはどの程度満足していましたか？まあ満足です。はい。他のブラウザで使用するものはどれですか？まあほんとたまにインターネットエクスプローラー使います。どのぐらいの頻度で、もうこれ毎日ですね、僕。はい。はい。回答を送信中。在庫を確認中。何在庫って。何これ。調査を完了いただきありがとうございました。参加の例に以下の商品をご用意いたしております。フライデー、セプテンバー2。以下のいずれかをお入れください。本日限り。メガフリックス。なんだこれ。あ、これ？これクリックしていいのこれ。はい。何これ。はい、ということでですね、ちょっとアカウントの登録まで行ってみようと思ったんですけど、ステアアカウント使って。どうやってこれやっぱクレジットカードの部分には絶対正しい情報入れなきゃいけないみたいで、この辺とか適当でもよかったんだけど、有効なクレ番号を絶対やっぱ入力しなきゃいけないみたいなので、ちょっと、きついのかなと思います。はい、これ以上先にちょっと進むことは、おそらくできそうにないですね。はい。存在し得ない番号を入力しても、ちょっとやっぱなっちゃうんで、こんな感じで。はい。ということで、まあ、とりあえず、まあ、多分このサイトが、なんかどういうものかわかんないけど、とりあえずまあ、会員登録などしない方が絶対、身の安全のためかなと思います。はい。間違ってもこういうところに登録しちゃわないでください。そもそも最初に言ってるのがこうやって、お前以下の商品を差し上げると、ただやるっつってんのに、なんかよくわかんないサイトの登録流してる時点で、もう完全に怪しいんで、はい。くれぐれも皆さん、引っかからないように気をつけてください。なんかまたこういうのがあったらね、ちょっと俺がどんどん見つけていって、ね、ちょっと、セーバーしていこうかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。